ジャイジャイのジョアナです。前回は新約聖書の御言葉を紹介してんけど、今回は旧約聖書の御言葉を紹介したいと思います。前回のビデオで御言葉って何か、あと旧約聖書と新約聖書の違いについて話したから、その説明が聞きたい人は前回のビデオを見てください。じゃあ早速、今日の御言葉はイザヤ書っていう本から来てんねん。で、イザヤ書っていう本はイザヤっていう預言者が書かはってん。預言者っていうのは、今はうちら聖書持ってるやん。で、聖書を読むことによって神様の声を聞く、神様が語ってくれんねんけど、昔の人は聖書持ってなかったから、預言者っていう人に神様が話して、預言者が他のみんなに神様のメッセージを伝えてはってん。で、イザヤはその預言者っていう人で、だから神様から神様の人々へのメッセージをいっぱい聞いて伝えてる人やってんな。で、この御言葉が出てくる時代は、イスラエルっていう国が北のイスラエルと南のユダヤに分かれててん。で、イザヤはユダヤに住んでんねんな。で、北のイスラエルはアッシリアっていう隣のめっちゃでかい国、もう超大きな敵に征服されそうなとこやってん。で、ユダヤの人々はそれを見てもう超パニック。北のイスラエルが乗っ取られたら、アッシリアは次俺らを占領しに来るやん、こりゃあかん、神様助けてって言うんじゃなくて、その代わりにユダヤの南のエジプト、もうその時エジプトって超強かったから、エジプトに行ってアッシリアが来る前に早くうちらの俺らの友達になって、アッシリアから守って助けてって言いに行かはってん。で、その時にイザヤがこの御言葉をみんなに伝えに来はってん。前回のビデオは読んだらこうほっこりする、なんか気持ちのいい御言葉やねんけど、今回の御言葉が好きな理由はぐさっとくるから。うん、それが理由。毎回この御言葉読むために、あ、反省しなあかんとか、あ、考え直さなあかんわって思うから好きな御言葉。だから読むで。イザヤ30章15節、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。この御言葉、初めて出会ったのはアイドルスっていう本やってんな。アイドルス、アイドル、日本でアイドルって言葉聞くと、よくほら歌手とかポップシンガーとかタレントさんのことを思うやん。でも英語でアイドルスっていうのは偶像って意味やねん。で、偶像って聞いたらお地蔵さんとか大仏様とか、そういう木とか石でできた神様のことを考えるかもしれへんけど、偶像っていうのは実は自分の心の中で一番トップなもののことを指すねん。だから自分にとって自分の人生の中で一番大事なもので、聖書では自分にとって一番大事なものは神様じゃないとあかんって教えてんねんけど、その神様のトップのポジションを乗っ取って人生の中で一番大事になってしまうものをアイドル、偶像っていうねん。例えばうちやったらプライドかな、あの周りの目線を気にしすぎて、周りの人にこう思われちゃうかな、ああ思われちゃうかな、もっとかっこよく見せたいなとか思って、それが一番大事なことになってしまう。人生のあの、なんていうの、大事な決断とかが全部それによって定められちゃう。それとかこう、みんなに賢いって思われたいなとか。で、ユダヤの人々はきっとアッシリア人が来るピンチっていう状況で、ユダヤの人たちのアイドルは多分自分で解決できる、うちら俺らは何でも自分でできるねん、エジプトの馬、
エジプトの軍隊の力を見てみ、あれにうちらの自信を置こう、あそこに頼ろう、エジプトを偶像にしてはってん、力を偶像にしてた、プライドを偶像にしてた。うちもそういう状況よくあんねん。で、そのさっき紹介した、さっき言ってた本の中で、その作者はこの御言葉をアイドルバスティングバース、アイドルバスティングバースって呼ばはんねん。つまり偶像を、アイドルをぶち壊すための御言葉。わお。この御言葉の真ん中の部分、もう一回読むで。偶像をぶち壊すためには 何しなあかんの？まず立ち返る、神様のところに戻る、静かにする、心を落ち着かせる、そして信頼する。つまりうち自分で全部できるわ、自分の力だけに頼ればいい、自分で全部解決できるって言うんじゃなくて、神様のとこに行って、私は自分では何にもできません、ただのちっぽけな人間です、だからあなたに頼ります、あなたに信頼します、あなたに目を向けます、あなたに私の期待を全部委ねます。神様なんて言わはった？そうすればあなた方は救われる、あなた方は力を得る。そうすることによってうちらは本当の平安、本当の恵み、本当の喜びを味わうことができるねん。で、毎回この御言葉呼ぶたびにもうぐさっとくんねん。え、ジョアナそれしてないやん。余計ぐさっとくる理由は最後の部分。しかしあなた方はこれを望まなかった。ユダヤの人々はこのイスラエルじゃない、イザヤからのメッセージを聞いて神様に信頼したと思う？いや、そのままエジプトのとこ行ってエジプトに助けて助けて助けてって言わはってん。で、結局エジプトに裏切られたり、アッシリアに乗っ取られたり、なんかもうぐちゃぐちゃな状況になっちゃってん。やからこれぐさっとくる。でもほんまに大好き。うちは神様に全部委ねて、神様のところに静かにへり下ってきて、あなたに任せますって言えばほんまの平安を味わうことができんねん。で、それを思い出させてくれるから、うん、この御言葉もほんまにほんまに大好き。で、よく人生の難しい時によくここにこの御言葉に戻ってくんねん。だからみんなにも分かち合いたかった。少しでも励ましになれたらなって思ってます。じゃあ聞いてくれてありがとう。次回もお楽しみに。バイバーイ。